想像以上にとんでもない爆発だった。まさか結構離れていた俺ですらここまで傷を負うなんてな。金目はどこだ？気を失ってるのか？オーラはしっかりある。さっきまで出ていた黒い羽は消えてる。とりあえず気を失っているだけか。俺はまだ刀剣融合をキープできている。まだ戦える。ダンテはどこだ？ダンテ、なんだあやー、変色してやがるのか。おのれ、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 この片腕エグスどもか。よくもこの俺をここまで傷物にしてくれおったな。戦闘力があれだけダメージを受けているのに全く減ってない。貴様はそのまま立ち続けていろ。ガウジを殺した後にじっくり恐怖を与えながら消滅させてやる。なんだと。まずい、金目はまだ目を覚ましていない。くそ、余裕ある。止められない。起きろ、金目。そのまま消えてなくなれ、ガウジ。金目。誰だ、気を失っている奴を狙うなんざ気がねえな。なあ、見ないうちに落ちたもんだな、ダンテさんよ。豪気。豪気。豪気。のいきな奴だな、こんな場面で寝れるなんて羨ましい。ったらあやしないぜ。お前、本当に豪気なのか。ああ、こんなイケメンどこにもいねえだろうが。ああ、お前、どうやって。虫かよ、なかなか虫されると恥ずかしいんだがな。お前らがここでドンパチするから地獄との結界に穴が開いちまったんだよ。おかげで向こうはてんやわんやさ。だからこいつを倒して、俺はさっさと自分の居場所に帰る。さっさと立てとん。じゃない。かなめ、あとさっさとこっちに来い。道影、俺たちでさっさとこいつを倒すぞ。たく、今頃参加したやつはいいよな。天気があってよ。本当、地獄に行って少しは落ち着いたかと思えば。俺からしたら死んだくせに天気すぎんだよお前ら。俺は死んで落ち着いたからいいんだよ。ゴーキ、お前は少しくらい大人になったらどうだ、不良男。は、俺は鬼だ。地獄なんざいわば故郷、むしろ若返った気分だぜ。ゴーキ、やしゃまる、ゴージ。世界を守るなんて大層なことは言わない。自分の愛する場所、と、大切にしたい絆、それを守るために俺はお前をここで倒す。行くぞダンテ、お前の好き勝手にはさせねえよ。雑魚が何匹増えようが関係ない。力なき者がどれほど雑魚が力ある者にはかなわないという現実を今ここで教えてやろう。貴様に消えされ。何？俺のスピードに自信か。お前みたいな少し近接点をかじったくらいの奴が俺たちの土壌に来るなんて100年早いぜ。おのれ、あの豪気がここまで。打点の力よ、我が十字架の剣に宿れ。打点アンチカリバーン。無動心のルナの動機。最後に気をつけな。お前も、俺の背後に立ったくらいで優勢になったと思うなよ。何度も同じ手を。誰も読むのが近接戦なんだよ。どこまかと。俺たちの土俵に入って休めると思うなよ。招待するぜ、俺たちの世界にな。受けて立つ。最大級の無駄だ。当たれ。こうも分類で連携で来られるとここまで厄介なのか。まだこれは大丈夫か。色とは凄まじいがスピードがない。こんなもの買わせば終わりだ。ゴーキ、たくよ、爪が甘いんだよ。ちゃんとバレねえようにしとけ。話せ、お前、自分を犠牲にしてやれよ。勘違いすんな。何が悲しくてお前みたいな陰湿な野郎と一緒に痛みを共有しないといけないんだよ。何？紹介するぜ、俺の地獄で出会った新しい相棒だ。永遠剣、アシュラ煙獄。剣だと、剣聖となら変われる。応用してやれ、アシュラ煙獄。しかりの鬼。金目のプレゼントもしっかり持って帰れよ、悪魔野郎。決めたすげえ剣だなそれ。ああ、なんてアシュラ直々に地獄の炎を使って作った俺専用の剣だ。まだ使いこなせていないが、ポテンシャルだけで言えば相当なもんだ。この武器をタクが。タクな野郎が、伊達に悪魔界で生きてただけのことはあるぜ。ここまで俺を傷物に。もうやめだ、こんな戦いに何の意味もない。お互いがお互いを傷つけ合って何の意味があるというのだ。無意味、俺たちは知性を持った生き物、もっと合理的に解決策を出そうではないか。そうだな、まずは俺が案を出そう。このままこの空間ごと消えうぜろ。
話の早いんだ、軽く消えろ。さすがにやべえな、あれは。あの野郎、あれじゃ本当に悪魔じゃねえかよ。あれ以上の力を持つ光線は作れないのか。無茶言うならもっとマシな無茶言ってくれ。あらあ本当にこの崩壊ごと吹っ飛ぶぞ。方法はある。本当か。どんな方法だ。俺の力を暴発させる。暴発させればこの力の本来の威力が発揮される。だが俺の意識がなくなり凶暴性、残虐性が強くなる。俺では制御不可能だ。一か八かってことかよ。だがそれしか対抗策がないんだろう。やろう、それがこの場を切り抜ける方法なら俺は何でもやってやる。ああ、そうだな。目には目を、歯には歯を、ヤバい奴にはヤバい奴をだ。誰がヤバい奴だ。お前以外にいるかよ。了解だ、お前の暴走、俺たちがサポートしてやる。思う存分狂え。俺をまた導いてくれ。了解。前回以来だな。しかも今度は自発的にだ。どうかしてるぜ本当。解放しろ。打点の力。ちゃんと合わせろバカ野郎。外したら承知しねえからな。OK、標準問題なし。殺す殺すうるせえな。ならお魔法通り殺してこい。吹っ飛べ飛び込む。ええわ悪魔野郎。何俺が誤作だと。もう嘘なった俺の力が誤作。そんなバカな。俺たちも忘れんなクソ野郎。誰が1対1だと言った。俺たち3人でお前をぶっ飛ばすんだよ。忘れんな。このまま吹っ飛ばせ。かなねえ。バカな。そんなバカな。バカな。バカな。これで最後だ。な、なぜ？これが俺たちの力だ、ダンテ。俺たち？そうか、羨ましいものだな。眠れ、悪魔同士ダンテ、ヘルビネイト。立場と環境が違えば少しは仲良くできていたかもな。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでいただけましたか？ぜひ気に入ってくれた人はチャンネル登録よろしくね。他にも再生リストで過去の動画を見やすくまとめているので、気になった人はぜひ見ていってね。ご主人、もう皆さんとお別れの時間です。寂しいけど次回の動画でまた会おうね。次回も私たちの動画をよろしくね。それでは次回も楽しんでいってね。